ジミー・レーブはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ジェームズ・バフィ。ー。ジョージア州アトランタ生まれ。アメリカ国内では CZW やフィップ、NWA ワイルドサイドに出場し、日本ではドラゴンゲート、8年には新日本プロレスのベスト・オブ・ザ・スーパージュニアにも出場している。現在はインディー団体で中心に活動している。マー,ー1の下でトレーニングを積み、 1999年10月にマスクマンのミスターエクスタシーとしてデビュー。すぐに現在のリングネームでもあるジミー・レイブに改名した。様々なインディー団体で経験を積んでいく。2003年にローでデビューする。レイブはプリンセスナナが率いるエンバジーのメンバーになり、エンバジー・オブ・クラウン・ジュエルというニックネームを与えられる。ローでは徐々に人気を集めていく中、レイブは ヒールとして活動するようになり、ファンからもトイレットペーパーを投げられるほどヒールとして一気に認知されていくようになる。レイブは他のレスラーの技を盗むようになり、自分の技と主張するようになった。アージスタイルズのスタイルズクラッシュをコピーし、レイブクラッシュとして使い始めた。スタイルズは盗まれたと主張し、この技をめぐり対抗し、最終的に敗者はローで、 レイブクラッシュとスタイルズクラッシュの封印マッチを行うまで発展していく。結局負けてしまい、レイブクラッシュは封印されてしまう。しかし、レイブクラッシュが封印されてからは、WWE のトリプル H のペディグリーを、グリーティングフロムガーナという名前で、フィニッシャーとして使い始めた。6年1月になると、エンバジーのアレックス・シェリーと共に、ロー世界ヘビー級王座を防衛した。 ブライアン・ダニエルソンを襲撃した。AT タグウォーズ2006で行われた3人タグのトーナメントをアレックス・シェリーとアビスともに優勝し、ブライアン・ダニエルソンの持つ、ロー世界ヘビー級王座への挑戦権を獲得。2月のフォースアニバーサリー賞で挑戦するも負けてしまう。ヘビー級王座の獲得に失敗してからは、アレックス・シェリーとタッグを組み、ロータッグチーム王座に狙いを定めるも、 シェリーは、ローを離脱し、シングルプレイヤーへ戻ってしまう。その後、プリンセスナナが、新しいパートナー、サル、リナウロを紹介し、二人は、タッグ活動をしていく。9月に、プリンセスナナがローを離脱し、エンバジーは終わりを迎える。エンバジー終了後は、レーブはしばらく連敗を重ねるようになった。その後、ナイジェル・マッキュネスと交想をするようになり、 7年の3月にイングランドのリバプールでレーブがマッキネスからピンを奪われ交想は終了している。サモア上との試合で顎を元から痛めていたレーブはマッキネスのラリアットを喰らい顎を負傷してしまった。8月に退団した。ロー退団後すぐにティネと契約を結んだ。9月のノーサレンダーにランスホイット、クリスティヘミと共に登場し、 ロックンレイブインフェクションというユニットを組んだ。レイブは、X ディビジョンではジョバーを、タッグチームでは、ホイットと共に、チーム 3D、ラックス、プリンス・ジャスティス・ブラザーフと、モーターシティ・マシン・アンズと争った。8年のバウンド・フォー・グローリーのスチールマッチの際に、首を負傷してしまい、9年の2月にのホイットと共に、解雇されてしまう。 ティネ解雇後、3月にローのロ7ナナスアニバーサリー賞に登場。バイソン・スミスと組ブライアン・ダニエルソンとコルト・カバナとのタックと戦い、ピンホールを奪われてしまう。しばらくはネクロ、ブッチャー、グリズリー・レトウッドと行動をしていたが、薬物依存のために解雇されてしまう。4月にグレートチャンピオンシップレスリングに参戦し、彼のトレーナーであるマーダー・ワンに勝利する。 マーダーとレイブはシリーズを通して GCW ヘビー級王座をめぐって戦い最終的にマーダーからタイトルを奪取するしかし9月にジョニー・スウィンガーにタイトルを奪われてしまうしかし10月には再びタイトルを獲得する5月にランページプロレスリングにも参戦し元 WWE レフリーのニック・パトリックと元 DSW のオーナーのジョディ・ハミルトンから2010年の6月には、ブッカーを引き継いだ。RPW では、レーブは人気スターであり、12月にはさる、リナウロから、RPW ・インターコンチネンタル王座を奪取した。しかし、2010年の1月に花を骨折してしまい、GCW ・ヘビー級王座と、RPW ・インターコンチネンタル王座を剥奪された。 2011年2月にドラゴンゲート USA から4月にデーブがデビューすると発表された。ブラックアウトチャレンジシリーズ中にデビューし、決勝まで残るがエリック・キャノンに敗れる。4月には PPV のオープン・ザ・アルティメットでジョニー・カルガノにシングルマッチで対戦するが負けている。6月にはティネに再登場。優勝すると契約できるトーナメントに出場するも1回戦で。 負けてしまい、人よ限りの参戦になってしまった。その後10月にダークマッチに出場、12月にリングかキングに登場している。12月には再度、ローに登場、プリンセス7によって再結成されたエンバシーの新たなエンバジー・オブ・クラウン、ジュエルであるトマス・ソシアン・パとフィナールバトル2011で対戦することを表明。PPV では、 エンバシーのセコンドの介入を跳ね返し、トマスソシアンパンに勝利している。ありがとうございます。